実は今月豊橋が西日本一となったカレーグルメがあるんです。それが カレーパン。豊橋生まれのベーカリーショパンで販売していて、今月発表されたカレーパンの日本一決定戦で西日本揚げカレーパン部門最高金賞に輝きました。いつもいただいてるんですけど、美味しいと、1位になったんだと思って。本当に牛肉がゴロゴロっと入ってて、コクのあるとっても美味しいカレーです。売り場に並べば飛ぶように売れ、ご覧の通り。中にはもう次止まりませんね。いくつ買いますか。選んでる真ん中から一気に5個買っていく家族も。私と妹で4個で、まあ、1個は誰か2個食べる。10キロもの牛肉を使い、およそ4時間かけて作るカレーはスパイスの調合から全て自家製というこだわり。さらに驚きのサービスも。新しく揚げたものを取り替えてくれるといった感じ。揚げたてがあればわざわざレジで交換してくれるんです。限りなく出来上がりに近いものをお召し上がりいただきたいという思いがあります。1回20個以内の揚げ方をしてですね、それを何回も何回も何回も毎日揚げて、なるべくお客様に揚げたてを提供できるような、そんな努力をしております。あさって水曜日から来週月曜日までは税込み152円で買うことができます。